ファイナル128パウンド58キログラム契約ウェイト8ラウンドを行います。赤コーナー11戦9勝1敗1引き分け、9勝のうち5勝がノックアウト。公式計量はこの試合の契約リミット128パウンド、横浜光ジム所属、昨年の2007年 A 級トーナメントフェザー級で制覇した日本フェザー級第9位、リーチ・レッツリー。日本フェザー級9位、横浜光ジム、リー・レッツリーです。青コーナー14戦11勝3敗11勝のうち7勝がノックアウト。公式計量は同じく契約リミット128パウンド、キョンウェイジム所属、2006年全日本フェザー級新人王の日本フェザー級第11位、カジキリョウタ。日本フェザー級11位、キョンウェイジムカジキリョウタ、20歳です。ジャッジ杉山敏夫、同じく土屋敦弘、同じく福地雄二、レフェリービニー・マーチン、はい、非常に層が厚い最激戦区とも言われますフェザー級の日本ランカー同士の一戦です。画面の右は日本9位のリー・レツリー、左は日本11位のカジキ・リョウタの一戦、日本タイトル挑戦に向けたサバイバルマッチです。さあ今試合が始まりました。58キロ契約へと8回戦、赤いトランクスが日本フェザー級9位横浜光ジムのリー・レツリー、左のジャブを打っていきました。そして黒いトランクスが日本フェザー級11位の競泳ジムカジキ・リョウタです。日本9位と日本11位の日本ランカー同士の一戦ということになりました。この試合の放送の解説は元世界チャンピオンのお二人、浜田剛さんとセレス小林さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さてまずは浜田さん、はい、日本ランカー同士の一戦非常に楽しみですね。まあ、今探り合いの状態ですけどね、さあどの時点から打ち合いに入るかですね。これは両者一緒ですよね、なるほど。ジャブを打ってきました、青いボクシンググローブ、黒いトランクス、リー・レツリです。日本ランキングの上ではリの9位に対して黒いトランクスのカジキは11位、格下ということになります。そしてセレス小林さん、はい、立ち上がりですが両者ご覧になってどうですか。まだね、様子を見てる感じですよね。なるほど。まあこの日本ランカー同士の一戦ということで、まあ、生き残るためには慎重になるところもあるかもしれませんね。そうですね。まあ、カジキ選手はね、はい、若干プレッシャーかけてますよね。なるほど。黒いトランクスがカジキ・リョウタ、20歳です。2006年東日本新人王を取った時には MVP に輝きました。左のフックを打っていきます。そのまま全日本新人王決定戦では勝利を手にしまして、その際は技能賞を獲得しています。テクニックも注目のボクサーです。一方赤いトランクスは横浜光ジムのリー・レツリー、去年 A 級トーナメントで優勝しまして、この日本ランキングに入りました。現在は9位です。日本タイトル挑戦も視野に入れています。今日は負けられない一戦、左を生かして決めるところは決めていきたい、そう話していました。浜田さん、そういった意味でリの今日の左はどうでしょうか。もう少し、ね、はい、欲しいところですよね。なるほど。まあ、今前に出ましたよね、さあロープに置いてみました。最後のフックを打っていく、右を返した、右を左を返しました。カジキです。もう少し出るとですね、はい、右が使いやすい、そして返しの左が打ちやすいという状態が作れますからね。もう少し出るとと言いますと、前に行くということですか。いや、とは限らないですね、左を出すということですね。左を出すと、はい、なるほど。さあ逆にカジキがコーナーに追い詰めました。足を使って抜け出そうというリー・レツリー。まあ、カジキ選手はね、馬力のある攻撃がね、はい、まあ、持ち味ですからね、オープンに詰めたいところですよね。なるほど、左のフック。さあパンチをまとめていこうというのはリー・レツリーです。さあジャブを打っていく、この左を生かして自分のボクシングを展開したいのはリー・レツリー。まだ生かしきれてはないですよね。あ、そうですか。ただ今探る程度の状態ですけどね。なるほど。速い左、これが強ければもっといいですね。もう少し強い左を打っていきたいリー・レツリー。様子を見ています。ここで第1ラウンドが終了です。デビュー2005枚9月、全席
放送席は濱田剛さんとセレス小林さんです。さて濱田さん、改めまして、はい、日本ランカー同士の一戦第1ラウンド振り返ってみて、距離が2人とも合ってますからね、そういった面ではどっちが先に打ち込むか、そして最初に打ち込んだ方がガザ開きますから、そこを狙い目というところありますよね。なるほど。そしてセレスさん、両者ともにパンチあるんですよね、はい、そうですね、お互いね、まあ、パンチがあるタイプですからね、まあ、いつ終わってもおかしくないですよね。なるほど。58キロ契約を得た8回戦、日本ランカー同士の一戦です。赤いトランクスはリー列にそのリーを距離を詰めていきました。黒いトランクスの梶木亮太、リーの左が今ただ伸ばすだけの左ですからね、はい、それだと梶木は強引に行った方がいいですね、今みたいに。なるほど、強引に行っていいんですよ、ボディ、まあ、距離という点ではね、リー選手の方が、ね、長いですからね、はい、まあ、梶木選手はできるだけ相手をロープに追い込みたいですよね。右のストレートブロックしています、カジキです。右のストレート、右のショート、さあロープに追い詰めました、カジキです。ここで打てるかですよね、さあプレッシャーをかけていきます。アッパーからストレート、さあまたしてもロープに詰めました、カジキ。ボディへ抜け出したのはリーレツリです。右のストレートを伸ばす、さあロープ背負ったのはリーレツリー、左を返しました。まあ、カジキはせっかくいいところまでは追い詰めてるんですね、はい、手数がですね、一発だと読まれてしまいますからね、そこで一発ってガードに回るところがあるんですけど、一発って、頭を動かせばですね、もっとスムーズにパンチ出ますから。ああそうですか。田中さん、田中、はい、田中さんのリーレツリーサイドですが、立ち上がり力が抜けていて非常にいいと、もう少し左を出していこうと、そして相手の左には十分警戒という指示です。なるほど。浜田さん、やはりセコンドもリーレツリーの左もう少し出したいと思っているようですね。今ちょうど出しましたけどね、今みたいに、速い左、これが強ければもっといいんですよね。ここでですね、こういう風に出し、まあ、伸ばしっぱなしじゃなくてですね、出せばいいんですね、はい、ボディから、はい、気になるのが、さあボディフック、リー選手はちょっと簡単にロープまで詰められてしまうんですよね。あ、そうですね、それは少し気になるところですね、さあ右のショート、ここでカジキの手が出るといいんですけどね、カジキにしてみればロープに詰めた後ですね。そうなんですね。さあコーナーに詰めました、ボディ。ロープ詰めるのはそんなに苦労してないんですからね、まあ、はい、打てばいいんですね、さあボディから顔面、これで打たないと、まあ、そのまままた仕切り直しになるわけですよね。なるほど。できるだけ梶木選手としてはロープを詰めた状態を続かしたいんですよね、そしてセレスさん、先ほどお話ありましたけれども、この赤いトランクスのリーが簡単にロープに詰められてしまう、この理由というのはどこにあるんでしょうかね。左が足らないことと、はい、少し攻撃のパターンが、ね、後手後手になってますよね。なるほど。右へ、左へ、相打ちになりました、右のストレート、さあ今度はリから攻めていく場面も見られるようになりました。右のストレート、打てばね、当たってますからね、はい、もっとリーゼでも行きたいですよね、さあまたコーナーに追い詰めた、デルフック、ここで第2ラウンドが終了しました。リー列里です。大阪の朝鮮高校時代、2年生の終わりに選抜大会優勝、朝鮮大学4年の時には全日本選手権準優勝、アマチュアで50戦42勝のキャリアを積みまして2005年にプロデビューしました。今日がそのプロ12戦目、節目の10勝目を取りに行くリー列里です。試合はこれから第3ラウンドに入ります。58キロ契約ウェイト8回戦です。フェザー級での日本ランカー同士の一戦、赤いトランクスのリー・レツリーが日本9位で、黒いトランクスのカジキが日本11位です。ヘッドリー、まあ、今カジキが少し強めにいってますよね、はい、これでですね、カジキはそれで、状態立たないことなんですね。立たないこと、せっかくいい状態今詰めてるんですね、ここで手が出ないと相手の先に手出されて打たれますよね。なるほど。
さあまたしてもこのコーナーに詰めていこうというロープに詰めていこうというカジキです。お互いね相手のパンチ力を少し警戒してしすぎてるのかもしれませんね。リー・レッツリーは9勝のうち KO は5個、カジキ亮太は11勝のうち KO が7個。右を返しましたリー・レッツリーです。 KO 率という意味で言いますとカジキの方が上回っているという両者の対戦です。田中さん、はい、赤コーナーですが改めてもう少し左を出していこうというのを確認しました。そしてこちらも改めて左のフック、相手の左のフックは十分に警戒していこうということです。ああそうですか。実際ですね、あの左のフックの警戒の時にですね、はい、右のガードずいぶん開けてますからね、それは結構セコンドの指示通りやってますよね。なるほど。リの場合はただ左のリードジャブ、これはやっぱり少ないですね。だから簡単に入られて、いるところあるんですね。あの左がもう少し出ればね、まあ、これほど簡単にロープには詰められないんですよね。なるほど。昨日の計量の時には左を生かしていきたいというふうに話していたんですけど、まだ自分の本来のボクシングができていないリです。ただですね、はい、このラウンドはリのタイミングが合ってきてるんですね。さあ今度はコーナーで打ち抜いたのはリです。さあラッシュをかける、ラッシュをかけます、ラッシュをかけるリレッツリー、防戦一方、防戦一方はカジキ亮太。さあここでカジキを返した、ここでカジキを返しました。リのタイミングが今合ってきましたよね。カジキの頭が動かないんで、打ちやすいというところあるんですね。一発というよりはラッシュでの TKO を得意しているのはリー・レツリです。今両者にバッティングがありました。大きな強烈な左フック、これは空を切っています。またしてもロープを背負ったリーです。ここでね、もうワンテンポ早く打ちたいですね。それはカジキですか。そうですね、黒いトランクス、青いボクシングローブがカジキ亮太、若干20歳のボクサーです。パターンが、カジキのパターンがですね、はい、今読まれているところあるんですね。なるほど。だからリの左はそんなに出ってはないんですけど、相手が来るところを 狙ってますよね。さあショート、ラッシュをかける。パターンが似たようなパターンなんでですね、相手に先に打たして、打ってますよね、今。あえて打たしていると、うん、そうですね。ここで第3ラウンドが終了しました。ボクシングが大好きな父親の影響で9歳からジムワークを始めたというカジキです。17歳の時に世界チャンピオンを目指しまして、兵庫県の尼崎市から上京、東京新宿にあります競泳ジムに入門しました。2006年には全日本新人王に輝いています。その後1敗を喫しましたが、現在は4連勝中、5連勝ということになるんでしょうか。試合は第4ラウンドに入ります。試合は第4ラウンドに入りました。赤いトランクスがリー・レツリー26歳、黒いトランクスがカジキ亮太20歳です。左のジャブ、黒いトランクスのカジキ亮太、2006年の全日本新人王、その後ランキングから外れたこともありましたが、前回2月の試合で再びランキングに入っています。現在11位です。さあボディから顔面へ、上下の打ち分けを見せるのはリー・レツリー、フットワークで抜け出しました。タイミング読んできましたね、リーの場合のは。この浜田さん、カジキがそのタイミング読まれたタイミング、あのパターンが一緒なんですね。追い込みには行くんだけど手が出てないわけですね。なるほど。仮に一発目出てもボディ 2,3 度出ないから、一発目わざと打たしておいて、はい、リノバはカジキに最初に打たしておいてそこを打つというパターンを読んでますよね。なるほど。田中さん、はい、青コーナーのカジキサイドもちょっとやりづらそうにしているなということですね。あ、そうですか。もう少しボディを打っていこうという指示です。なるほど。もうちょっと状態をね、軽く譲った方がいいですよね。そうですか、はい、さあパンチが交錯しています。リー選手は右のカウンターを狙ってるんですかね。うん、触りながらちょっとカウンターを狙ってる感じですね。
さあ距離を詰めていく、距離を詰めていきますけれども、打った後に打ち返すのが赤いトランクスのリーレツリー。だから距離を詰めてまず一発しか出てないというところがあるんですね、距離を詰めてそこから連打が出るとリーもやりにくいですよね。なるほど、今のところリーは下がってますけどね、はい、そんなにやりにくさはないんですね。ああそうですね、うん、さあロックコーナーを背負っています。ここ で、ね、ここで確かにそうですね、追われているという状況ではありますが、決してそのリの部が悪いというわけではない。ああ、聞いた、聞いた、聞いた。アッパーから右のストレート、まあ、リーレツリーがダウンを奪った。頭が動かないんで今狙われましたね。狙われましたね。さあまずはダウンを奪ったのはリーレツリー。あと1分弱ありますから時間ありますね、さあ一気に詰めていく、一気に詰めていく、まだ1分近くある、まだ1分近くある。さあ今度は逆転だ、逆転だ。体勢が入れ替わっている、超直なレッツを見せる。いつもの安田の TKO ということになるんでしょうか。さあチャンスを迎えているリーレツリー。さあガードの上から登っていく、なんとかしのぎたいのは梶栗亮太。さあ効いている、効いている、効いている。一気にチャンスを迎えていますリーレツリー。ここはクリンチに逃げます。なんとかしのぎたいのは梶栗。さあしかし非常なまでの足が続く。左を返した、梶栗を返した。リーも顎引かなきゃいかんですよ。左、顎上がりっぱなしですからね。さあ残りは14秒、このラウンド残りは14秒です。しのぐことができるか。梶栗もね、左フック狙ってますからね。一気に畳みかけたいのはリーレツリーです。ロープを背負っている左、梶栗の左です。ここで第4ラウンド終了。リーレツリーがダウンを奪いましたが、梶栗がしのぎました。第4ラウンドリーレツリー、アッパーからストレートでダウンを奪いました。浜田さん、いかがですか。最初の右アッパーですね、梶木のガードは高いんですけど頭が動かないから真ん中入れられましたね。これ綺麗に入りましたね、鶴さん。これはもう狙ってましたね、なんとかしのいだ梶木亮太。ダウンを奪ったリーレツリー。試合は後半戦第5ラウンドに入りました。さて浜田剛さん、はい、カジキ気になるのはダメージの具合ですけど、どうでしょうか。いや、完全に抜けてるわけないですからね、ダメージありますよ。なるほど。だからこの回スタートまずりは勝負することなんですね。あ、そうですか、さあこの第5ラウンド序盤に仕掛けに行くことができるんでしょうか、赤いトランクスのリーレツリーです。まあ、リー選手とすればこのラウンドは もっとダメージを与えたいですよね。田中さん、はい、青コーナーですがちょっとダウンのダメージがあるかなと。ですからここは勝負攻めていけという指示です。あ、そうですか、ダメージがあるから攻めていけという。要するにですね、何もしないと、もっと打ち込まれると、はい、いうことなんですよね。あ、そうですか、まあ、攻めて一つ勝負するということなんですね、両者にとっても大事なラウンドになりそうです。まあ、梶木選手はもともとがファイタースタイルですからね、はい、やはり前に攻めていかないとね、やはり自分の持ち味は出ませんからね。要するにですね、攻めることが一つの守りにもなるんですね、こういったファイタースタイルの選手の場合には。さあ距離を詰めていく。これは上体の動きがない分、またもう一度同じパンチをもらう可能性が高いですよね。先ほどはアッパーからストレートでダウンというシーンがありました。左のフック、もう一度アッパー、今狙いましたね。リーは狙っていますね、リーはアッパーを狙っています。先ほどダウンを奪ってアッパーを狙っている、大きな右のオーバーハンド。梶木選手もそれに合わせて左のフック狙ってるんですよね。なるほど、日本ランカー同士の一戦です。まあ、浜田剛さん、はい、このランカーを倒せば自分のランキング上がるというのは、まあ、ほぼ間違いないと言っていいでしょうね。まあ、そうですね、そういった意味では、まあ、勝ち残り戦でもありますよね、まあ、今の状況というのはありの、まあ、相当な有利に進んでますけどね。ジャブ、まあ、ある意味約このラウンド2分過ぎましたけどね。テレック、はい、カジキは随分休めたところありますよ。あ、そうですか、前に出ながら休めたところありますからね。おダメージが抜けていったかもしれません。状態を振っていますカジキです。
ただ随分ダメージありましたから全部抜けるわけないんでですね、リはもう少し打っておきたいですよね本当は。あ、そうですか、うん、第5ラウンド、このラウンドはあまり手数が出ていません。赤いトランクスのリー、右のストレート。カジキ選手もね、やはり先ほどアッパーを神田のもらってるギャリック、はい、その神田の方の中に踏み込めなくなってますよね。あ、そうですか、中に入ったらあのアッパーが来るかもしれないという恐怖心もあるでしょう。右のストレート、頭をずらせばね、それほどもらわないんですけどね。第5ラウンド残り時間10秒切っている。またちょっと狙いましたけどね、リは。ここで第5ラウンドが終了しました。先月所属している横浜光ジムの関光則会長がくも膜下出血のため亡くなりました。66歳でした。大学卒業後いろいろなジムを回りましたが、関会長の熱心な説明に心を打たれ横浜ジムに入門したといいます。デビューから常にその関会長のミットを打ってきたリーレズリー、恩返しのためにも今日は勝ちたいんです、そう話していました。プロでの1から100まで全てを教わった、本当に可愛がってもらいました、そう話したのはリー・レツリーです。関会長のために今日の試合は絶対に勝たなくてはいけないんです、そう話していました。デビューからチャンピオンになれるよと毎日のように言われていたそうです。報いるためにはいつかその関会長の墓前にベルトを持って報告に行かなくてはいけません、そう話していました。そのリー・レツリーは第4ラウンドダウンを奪っています。田中さん、はい、赤コーナーですが、あの相手も効いてきているので大振りにならずにまとめていこうと、細かいパンチでまとめていこうという指示です。あ、そうですか、陣営にしてみればそろそろ試合を決めてほしいという思いがあるのかもしれません。ボディを狙っていくのは梶木亮太、おっとカウンターを狙っています。まとめていこうというよりもですね、はい、相手が来るところを今合わせたいという気持ちの方が本人は強いですね。あ、そうですか、うん、まあ、ある意味省エネ、なところありますけどね、うん、狙っているというB レツリーです。ジャブジャブ、ジャブを打っていきます、はい、カジキのダメージはまだありますからね、完全にもっと攻めていいんですね。あ、そうですか、まだ残っていますか、まだ残ってますからね。ボディから顔面上下の打ち分けを見せました。さあロープに追い詰めますが、サイドフック簡単に抜けていきます。 B レツリー、カジキもうちょっと 下を、ね、打ちたいですよね、もっと下見せたいですね。ボディですか、はい、頭を振って少しサイドに出れば打てると思うんですけどね、やはりどうしても正面なんでね。なるほど、先ほどからそのセコンドからもボディへという行為が出ているんですけれども、なかなかそのボディを打つことができません。そうですね、まあ、いいパンチを当てて流れを変えたいとね、まあ、思うところですよね。あ、そうですね、ワンツーを打っていきます。最後のパンチ、さあボディへ、まだ効いてますからね、ここは完全にノックアウトするところを見せなきゃいかんですよ。なるほど、アッパーを狙っていきます。重いパンチを放っていく、どうしても合わせたいという気持ちが強いですよね、相手が来るところを合わせたいと。まあ、もうこれ自分からの攻撃もね、はい、あのリー選手を仕掛けてもいいですよね。あ、そうですね、それで、まあ、来たところにカウンターを合わせるのが一番理想ですよね。さあ今相手を挑発するようなポーズを取りましたリー・レツリーです。リー、今カジキも右を合わせようとしました。あ、いつですね、まあ、ただダメージがですね、やっぱり4ラウンド目のダメージが、はい、カジキはまだ残ってますからね。おっと、強烈な右のストレート、これでセコンドのシードルまとめるとダウンしますよ。試合は第6ラウンドまで終了しています。
東京新宿大久保にある競泳ジムに所属しています。ジムの先輩には世界チャンピオンの坂田、そしてその世界チャンピオンと同じジムでトレーニングしているという梶木亮太です。早く追いつきたい、そのような思いもあるでしょう。第4ラウンドにはダウンを奪われました。残すラウンドは2つ、梶木にとっては苦しい戦いになってきました。58キロ契約ウェイトで行われています8回戦です。残すラウンドは2つです。日本ランカー同士の一戦、サバイバルマッチ。赤いトランクスが日本9位のリー・レツリー、黒いトランクスが日本11位の梶木亮太。黒いトランクスのカジキがリーを倒すことができれば日本ランク一気にジャンプアップという可能性もあります。コーナーに追い詰めている。しかしここでリーが抜けていきます。まあ、スタートと違ってですね、ガードは確かにカジキしてるわけですね。それで追い詰めた、そこで一発二発しか出ないというのはですね、ガードを開けるとまたパンチ来るんじゃないかと、相手のパンチ来るんじゃないかという心配の方がやっぱり出てるんですね。第4ラウンドダウン奪われてますからね、このラウンドはいいですよ、そうですか。この状態でもう少し続けきれるといいですね。ただ、打ち終わりは必ず頭を振るというふうな状態を作らないと相手のパンチ返ってきますからね。なるほど。まあ、リー選手もね、入ってくるところにうまく合わせてますよね、パンチをうまく的確に。手数は少ないんですけど、当てますよね。おっと右のストレート、またして前打ちになりました。さあ体勢を入れ替えてパンチをまとめようというリー・レツリー。さあ今度はカジキがロープを背負った。カジキがロープを背負った。まあやっぱりですね、4ラウンド4ダメージがまだ残ってますからね。さあラッシュを仕掛けるボディー、ここはクリッチに行きます。そしてカジキは右の目でしょうか、目の周りをカット。これはヒッティング、リーレツリの有効なパンチによるカットということになります。もし傷の具合が、傷が大きく、この傷によって試合続行不可能という場合はリーレツリの TKO 勝ちということになります。さあどうでしょうか。試合続行です。ヒッティングによりましてカジキが右目のあたりをカットしました。右のストレート、いやセレスさん、リーレツリーも乗ってきましたね。そうですね、こうなると手数が増えますよね。さあヘルク、そして浜田さん、カジキにしてみればちょっと苦しい展開になりますね。リーですね、はい、さあ試合効いてますね。ダメージがあるから苦しいですよね。さあなんとか逆転ということになるんでしょうか。カジキ、田中さん、はい、カジキの傷ですが、右目の上、幅は 1.5 センチ、それほど深くないそうです。そうですか。さあ、B レスリーが詰めていく。B レスリーがラッシュをかける。まあ、ダメージがあるからやっぱ苦しいですね。さあ、顔面にヒット、当たっている。ロープを背負ったカジキ、抜け出すことができるか。左を返す。カジキも返す。アッパー。いや、しかし打たれても打ち返すリーレツリー。リのパンチはある、手打ちなところあれですけどね、はい、それでもやっぱりカジキ効いてるんで手打ちでも効いてしまうんですね。そうですか。でもあれですね、カジキ選手もね、ロープ背負いながらも左フックね、狙ってますよね。さあ今トントンとジャンプしました。ダメージがある証拠かもしれません。リ、こういうのでもやっぱ効いてしまうんですね。まともに当たってるわけじゃないですけどね。リーレツリーがラッシュを仕掛けました。第7ラウンド終了、残すはラストラウンドのみです。日本ランカー同士のサバイバルマッチ、これからラストラウンドに入ります。日本フェザー級9位のリー・レツリーです。節目の10勝目を手にし、さらにランキングを上げることができるんでしょうか。一方第4ラウンドにリからダウンを奪われてしまいました。ポイントの面ではかなり厳しくなっていると言っていいでしょう。梶木亮太、逆転ノックアウトということになるんでしょうか。試合はラストラウンドに入りました。58キロ契約ウェイト8回戦、フェザー級の日本ランカー同士の一戦です。赤いトランクス日本9位のリー・レツリー、黒いトランクス日本11位のカジキ。
まあ、カジキからするとノックアウトじゃないと厳しいですよね。やはりそうですか。まあ、ダウンじゃきついですよね。もうノックアウト勝ちしかないでしょうね。なるほど。あとリはですね、はい、これだけ、一方的な内容になりましたから、うん、ノックアウト狙わなきゃいけないですね。なるほど。さあラストラウンドに判定ではなくノックアウト勝利手にすることができるんでしょうか。リーレツリー、やっぱりリー選手ね、もうチャンスありますよね、倒せるね。うん、これから日本タイトルを狙っていこうとする気持ちを出すにはですね、やっぱりこういう状態ではノックアウトを狙わなきゃいけないですね。ああそうですか、うん。さあそして逆にノックアウトで勝利を手にしたいのはカジキ、アッパー。逆にこういう戦いでノックアウト勝利を収めると、まあ、勢いも、ね、また増しますからね。ああそういうものですか、はい。さあ右のストレート、非常に落ち着いた表情を見せていますリーレツリです。アッパー、細かいパンチをまとめていく。こういうパンチでも効くんですね、あのカジキの場合は。なるほど。もうダメージありますからね、ある意味今日あのリー選手はこのボクシングスタイルを貫いてますよね。そうですね。カジキの周りをサークリング、上体を振りますリー・レツリー。フットワークを使います、ジャブを打っていく。左のジャブ放っていくのはカジキ。ストレート、さあ今度はまたしても左右のパンチを打っていく。 KO 勝利手にすることができるんでしょうかリーレツリー。うーん、まだ1分ありますからね、1分あればできますよ。さあラッシュを待って、ラッシュパンチをまとめていく。先月亡くなった会長のためにも今日の試合は何としても勝利を手にしたい、そう話していたリーレツリー。まあ今カジキが時計見ましたけどね、はい、随分苦しいですね。ああそうですか、うん。まあ、体にあまり力が入らない状態ですよね。なるほど。それはすなわちリーレツリー KO のチャンスということになります。そうですね。ただ KO も行かなきゃ KO にならないですからね。そうですね、うん。右を返したカジキ、ここはクリンチです。カジキ、カジキは苦しい試合になった。ガードの上からでも打っていくリーレツリーです。ボディへ、さあボディへの攻撃、右フック、さあロープを背負ったカジキ、そこにラッシュをかけていくリーン、カジキも返しました。テリーリーン、カジキも返す。ここで試合終了、両手を上げたのはリーレツリー。がっくりとキャンバスに倒れ込みました。これは勝利を確信してのというふうに言っていいでしょう。一方コーナーに頭をつけて悔しさを見せますカジキ亮太。勝負の行方は判定ということなんですが、表情を見る限り勝敗は明らかです。ジャッジングペーパーが今集められまして、リングアナウンサーのもとに渡されます。まもなく採点です。3点をお知らせいたします。ジャッジ土屋末広77対74、ジャッジ福地雄二79対74、ジャッジ杉山敏夫79対73、以上3対0のユナミマス実情をしまして、勝者赤コーナーリーレツリー。日本ランカー同士の一戦は3対0の判定でリーレツリーが制しました。関会長に捧げる10勝目を手にしましたリーレツリーです。日本11位のカジキ亮太を下しました。第4ラウンドにダウンを奪いまして、その後危なげないボクシングで勝利を手にしました。一方悔しさを見せます日本11位のカジキ亮太。日本ランク上のリー・レツリーを倒すことは残念ながらできませんでした。アッパー、こちらは第4ラウンドのダウンシーンです。この時のダメージが最後まで響きましたね。アッパー、セレスさん、綺麗に入りましたね。そうですね、まあ、ね、ただね、あのカジキ選手もね、日本ランカーとしてね、最後までね、勝負を捨てずにね、いい戦いだと思いますね。そうでしたね。日本ランカー同士のサバイバルマッチは横浜光ジムの日本9位リー・レツリが勝利を手にしました。節目の10勝目を挙げています。